こんにちは、トーマです。イベント予告、あの妖怪三国志が帰ってくるよということで、なんか 2,3 日前にね、コロコロかな、なんかツイッターで画像が流れてきたんで、まあ、これが来るのは知ってたんですけども、なんかこの画像だけ見るとあれだね、前の三国志のイベントの使い回し感が半端ないけど、ジワニャン劉備、コマさん、孫作、ウサピョン、3つのチームに分かれてね、また貢献度貯めて、おそらくね、横取りとか分取りステージがあるのかなといった感じですね。まあ、前回のね、三国志のイベントの時にね、ちょっと取り損ねた妖怪とかある方は、またね、その妖怪たちが出てきてくれるとね、嬉しいイベントかなと思います。ってことで、新妖怪とかもね、ちょっとコロコロに載ってたので、それをね、ちょっと画像とかは出せないんですけど、口頭で読み上げていきたいなと思います。まずはですね、武将日野神、なんか名前的には日野神なんでね、一番強そうなんですけど、これがおそらく単体攻撃でプラスアルファなんかついてくるみたいな条件がついて、まあ、それが発動するともっと強いみたいな感じじゃないかといった感じです。で、次がね、修羅駒伝丹、おそらく画像を見る限り新技かなぞり消しかなと。で、武士ニャン劉邦、これが単体攻撃で、ウィスパー孔明が全体攻撃かなみたいな、まあ、あくまでね、画像を見ての判断なんで正確ではないんですけどね、まあ、この4体は出てくると思うんでね、まあ、ガチャか隠しステージか、まあ、わかんないんですけど、またね、ゲットできるように頑張っていきたいなと思います。まあ、ただ個人的には武士ニャン劉邦、なんか武士ニャンって最初結構思い入れのあるさ妖怪だけど、途中から全然使わなくなっちゃうし、今全然使わないんでね、まあ、武士ニャンがね、もう一回輝いてくれたら嬉しいかなと思います。はい、ってことでね、次はちょっとね、次のイベントとはあんま関係ないんですけど、こちらウサピョンクイーンですね、本日かな、発売のコロコロ兄貴のね、付録としてついてくるんでね、もし欲しい人はね、ぜひゲットしてください。スキルが回復ですね。ってことで、残りの時間はね、無課金サブアカで最後の梅雨ガチャ引いていきましょう。メインアカはね、今160万です。またね、200万ちょっとギリ足りないかなって感じなんですけど、なるべくね、近づけていこうとは思います。ってことで、無課金サブアカ来ました。前回ね、キラコマを奇跡的に手に入れてね、今何やってるかっていうと、スクラップヤードで時計作ってます。これですね、メリケン妖怪のやつ、キラコマメリケンなんで、まあ、マネー稼ぎしながら周回して、まあ、もう少しでできるかなといった感じですね。まさかね、このアカウントで時計を作る日が来るとは思わなかったけどね。で、今回はまだまだ強欲に狙いに行きます。梅雨ガチャ、まあ、歌舞伎ロイド持ってないんですけど、まあ、正直ピンクエンペラーが欲しい。ピンクエンペラーのみですね。行こう。ピンクエンペラー手に入れたらもうやばくない？さすがにベストメンバーだな。まあ、次のイベントのためにね、マネー取っといてもいいんですけど、マネー稼ぎもだいぶ楽になったんでね、ほんとね、よく今まで自分ラス節で稼いでたなと思った。一触即地で、あー、最後来ないかな。まあ、歌舞伎ロイドでも最悪いいかな、ミッションクリアできるしね。どっちか欲しいな。さあ、あー、来ないな。やっぱ前回ちょっと神引きすぎたか、さすがに。もう出る気がしないな。さあ、4回目かな。あー、いや、でも前回のね、あのキラコマ出した動画、あれグッドがね、400近くあったね。もうほんとちゃんとみんな見てくれてるんだなと思って、もうほんと嬉しかったです。まあ、いつもね、あのぐらい高評価があればいいんですけど、まあ、これからもね、高評価を押したくなるようなね、動画を作っていきたいと思います。金が来ません。やばい、10連して金0まであるの、これ。よーし、ピンクエンペラー来い、ディキー。こいつ出すぎやろ。もう一回金ないかな。最高。うーん、ダメっぽいな。まあ、でも今一番欲しいのはエジソンかな。今回ガチャには入ってないけど、エジソンはほんと欲しいね。鬼雲使ってるからね。まあ、鬼雲も悪くないんだけどね、やっぱりキラコマ使うならね、エジソンみたいなとこあるから。
あと2連。今回はダメか。さすがにそんなうまくいかんか。あーダメだね、もう。じゃあラストいきましょう。ダメかな。ラスト。あー金一千歩。まあまあ人間欲張っちゃダメってことだね。ってことでガチャはちょっと引けなかったですね、E の最後は。あ、すげえ、こうやって見るとさ、このアカウントも SS だいぶ揃ってきたね。これ4 15体か。いやーだいぶ頑張ったな。もうこのボックスでさ、ヤマタンがいないのがすげえ不思議だね。 S も結構いるよね。まあ S はいっぱいいるか、さすがに。あー、まあこんなもんか。まあ、SS15 体と、まあ、S は結構たくさん集まってきてね、無課金でもねコツコツ頑張ってればいい妖怪集まるんだなと思ったのが結構サブアカやってるとね実感できますね。じゃあ最後ね、このアカウントね今どんな感じでマネー稼ぎしててどのぐらい稼げるかやっていきましょう。これねチップ落ちないんだよね、なかなか。まあどこでもいいんだけど、一応相性のいいとこでやっとくか。こいつってあれだよね、ポカポカだよね確か。ここで行こう。一回今どんぐらい稼げたっけな、1400いったっけな、なんかあんま覚えてないんだけど。ただね、まあ一つ贅沢な悩みを言うと、やっぱホテイソン、あのメインアカだとさ、キラコマと太陽シエンマ両方入れてるから、まあ太陽シエンマ打てばさ結構キラコマとか溜まってなくてもスキル溜まるからいいんだけど、このキラコマ1体だとねやっぱり普通にスリスリしてるとちょいちょいミスることがある。あ、今回は大丈夫そうだな。キラコマもちゃんと貯めとかないと。オッケー。まあでも太陽シエンマーねもうゲットできないしね。まあでもそれにしてもだいぶ楽だけどね、本当に。あ、やばい、これ鬼雲ピンチやな。よし、1400もいかないな、1300ぐらいか。まあ今最後ちょっとスリスリできなかったからね。さあこれで1300ですね。まあ、ちゃんといって1400ぐらいかなといった感じです。まあ、ただメインアカと比べるとマネー稼ぎの効率はまだ半分以下って感じですね。はい、ってことで明日からイベントが始まるという感じで、また最初はガチャ動画ですね。まあメインアカはねもう確率アップ来るか来ないか分かんないですけど、来なくても行きます。てかむしろ来なくて引くのがねメインアカだと思ってるんで、確率アップ来てからはサブアカ、来る前はメインアカみたいなね感じでやっていきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。はい、ってことでよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。